はいどうもおこのシルジュです、うんえー、と僕が石原さとみさんと芸能人のね石原さとみさんと結婚するためには今このままの僕では多分ダメじゃないですか僕がね <laughs> まあいきなり何の話だという話ですけれども僕がね石原さとみさんと結婚するためには なんかそのもっとものすごいお金持ちにならなきゃダメでしょうしあのルックスだってもっとねなんかこういろいろ手入れて、えー、めちゃくちゃイケメンにならなきゃダメでしょうし、えー、もっとねそのなんて言うでしょうね、えー、心内面的な部分ももっといい男にならなきゃダメですし、えー、そのなんかねいろいろやらなければならないことっていうのが <coughs> あると思うんですよ。で そそれって結局のの自分のレベル上げなんですよねで自分のその何て言うんでしょうね、まあ、まあ人生のレベルというかまあ、とにかくまああれなんですよレベル上げってことなんですよだから僕のレベルが今「ドラクエ」で言うところの僕のレベルがレベル10ぐらいだったらやっぱりねあの石原さとみさんと付き合うことすらままならないわけですよねでも僕のその何て言うんでしょうね なんか男レベル的なものがあるんだとしたらそのレベルがレベル50とかレベル60とかになってればもしかしたら石原さとみさんと付き合えるかもしれないじゃないですかで,これと一緒なんですよねで例えばじゃああなたが男性だとしてで元カノと復縁したいとでそれで、えー、元カノに振られちゃってる状態 でこのレベルの状態だとあなたのレベルのままだと、ね、そのレベルではもう嫌ですよって言われてまあ,あの振られてるわけですからその状態のまんまだと復縁は絶対にできないんですよ。だから何かしらそのレベル上げていかないとダメなんですね。でそのレベル上げっていうのが、まあ、例えばその自分磨きであったりとか、まあ、いろんなところの,その自己努力みたいな。 感じのところになってくるんですけれども、本当にね、あのー、まあ、僕もまだそんなにね、人生めちゃくちゃ経験し終わりましたっていう人ではないですけれども、でもね、人生ってあれですよ、やっぱドラクエだなと思いますよね。レベル上げをし続けなきゃダメなんですよ。自分のレベルをとにかく上げていくと。 でそれはそのルックスかもしれないし内面かもしれないしなんか知識かもしれないし、えー、そういうのの総合のレベルですよねでそのレベルを上げていかないとやっぱりね復縁を実現するっていうことを考えた場合にダメなんですようんそのレベルのまんまじゃダメなのでだからそう考えるとレベル上げって楽しくないですか ドラクエやったことない人はいると思うんですけどドラクエやったことある人でドラクエめちゃくちゃつまんないっていう人いませんよね僕はドラクエやったことありますけど、まあ、やったらやったで面白いじゃないですかでもあれってただ単純作業でなんか一生懸命努力してあのなんか魔物と戦ってレベル上げてるだけのゲームですよねでもねやっぱりあのそういうその単調な作業であってもレベル上げって楽しいはずなんですよでそれがゲームで楽しいんですから あ自分の人生そのリアルですよねリアルのレベル上げってもっと楽しいはずなのでどんどんレベル上げの努力をしていった方がいいんですけどやっぱりねあの勇気が出ないとか、まあ、いろんな理由があってね、えー、今のレベルのまんまどうにかあ元カノと復縁したいとかって思っちゃうからダメなんですよその。今のレベルのまんまではダメなので、えー、いろんな経験をしてですね えー、人生は RPG ゲームですよ本当にで、えー、いろんな街に行ってね、えー、いろんな人と話してでいろんなお城に行っていろんな王様と話してですよでいろんなその人と話してなんか冒険のヒントをゲットしてねで、またいろんなアイテムを <laughs> ゲットしてでレベルが上がっていろんな呪文が使えるようになってでいろんな、まあ、最近の、うん、ゲームでいうといろんなスキルですよねいろんなスキルが。 こう身についてっていうことじゃないですかそれをリアルでもやればいいんですよ簡単に言うと自分磨きってどうしたらいいのかわからないとかっていう人やっぱり多いですけれども要はそういうことなんですねでその辺はちょっとねあのまあ難しい問題ではないのであとはもうやるためのその勇気というかこれをやると。 これをやった方がいいってなったら、これを、それをやるっていうことをやってみてください。で、どん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 その、この人生っていう、俺の人生っていうゲームはめちゃくちゃ楽しいなっていう気持ちになってくると思うので、やりましょう。はい。えー、今回は以上です。コンシェルジュでした。